けで、本日12月31日大晦日、はい、皆様1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。1年間今年の最後の動画は僕らの大忘年会を大問題動画になるかもしれないから、というわけでね、大問題だ。はい、大忘年会をぜひ皆様に見てもらって、まあ、今年の動画締めとさせていただきたいと思います。はい、まあもうこれに関してはね、特に企画の説明とかもいりません。はい、もうとにかく楽しく、一応企画説明してみるよ。初めて見る方もいるかもしれない。どうなるのか気になるわ。初めて見る方にも、簡単にですね、今日の企画説明していきたいと思うんですけれども、忘年会をします。わかりやすい。忘年会をやります。はい、それでは早速大忘年会楽しんでいきましょう。 It's Showtime。 じゃあ、まあ、早速乾杯しようかな。そうですね、開けちゃっていきますか。イエーイ。ゆうくん、温度取ってくれよ。だってもう今の飲み会バッジはゆうきくんしかいないんだから。いきます、いきます。はい、じゃあそれでは、ちょっと縦入れやめて。縦入れやめて。これ2022年、そして2年3ヶ月 CCC 本当にありがとうございました。乾杯。うまみちゃん、いいですね。始まりました、忘年会スタートです。とりあえずなんかさ、つまみ適当にバッて開けるから、つまみパンチからいくよ。おい、つまむの早いな、チータラ。いいよ、タラタラした顔して俺も食べたい。改めてですけどね、あの1年間お疲れ様ということと、撮影日が12月28日、うん、だから昨日がゆきくんのラストライブで、はい、ございましたよ。はい、結構余韻がね、まだあるな。まあ配信とかされてたじゃないですか。だから YouTube 見てくれてる人で、見てくれた人もいると思うんですよ。俺結構見返したんだけどさ、今配信ガチでゆうきくんのアップばっかしやってた。俺も見た。ゴッドディーバでさ、こうフィッてドルフィンやって、そのサビのフォーメーションに合流する時のこの掛け足が、この掛け足に掛けられた。まあ1月からじゃあ振り返ってみようっていうことで言うと、てか本当にこの1年めちゃくちゃ飛躍したぞ。CCC みんな実感どうなの、実感どうなの。だからライブに来てくれる人だと動員数は増えたね。動員数めっちゃ増えた。そもそも YouTube のチャンネル登録者もめちゃくちゃ増えたわけですね。2が CCC が1個上がったなみたいな、ゴディバのちょうどね MV あたりぐらいステージ1個上がったなみたいなのを感じてた。いや、この1年で YouTube が伸びたか見てないのもそう、まあ、それのおかげで動員が増えたのもそう、そもそもメンバー同士ね、一緒におる時間が去年より多分圧倒的に長い。マジでそうだね。マジでその俺だけやったら本当に申し訳ないし気持ち悪いって思うんだけど、仲良くなったと思う。うん、俺思うよ。みんな仲良くなったんじゃないかなって思う。なんか、うん、思うな。思ってんな。多分一番思ってんじゃん。一番思ってる。そう、チームっぽくなってきた。嬉しい。一番思ってるから。あ、めっちゃ顔や。ごめんな。おいで、顔真っ赤なんだ。いや、何で言ってんの。俺は当たってた。俺隅の服開けて閉じる人初めて。歌そのまんまや。隅の乾杯する。おー、隅の乾杯。ちなみにさ、これもう一本あるの、隅の服。だからさ、その俺二人が選ぶ、こいつちょっとさ、俺二人が乾杯するべきだ。俺はさ、忘年会さ、いいこと言う平素は後ででいいと思う。俺らが楽しくやった。俺らに言うてんねん。そうだよ。いや、待って、白くねえなに言ってんねんって、一番酔っ払いみたいな。白くねえなに言ってんねんって。お前今、こんなんなっつって。一番上から喋ってた。同級生飲みか、関西人飲みやな。あ、そうか。3人なのか、同級生。そう、同級生この3人やから。最年長。最年長。これから最年長。本当に。マジすごいな、それ。そう、なので、決めます。これね。ゆうきくん。なんで？イエーイ。思ってた。それは。久しぶりの乾杯。はい。ありがとうございました。いやー。ありがとうございました。なんでお前入ろうとしてるの？元気飲みにしてる。あ、もう無理しなくていいんだよ。ね。これが無理です。おい、りょうたくんも行ってる。お、早い。バラ。おー。ここ。覚えてる。はい。あっちの中に帰ろうって。大丈夫？上は大丈夫？大丈夫？ちょっと待って。お前らそんな役に変えたら俺が引かれる。あー、おー、はい、救命。
アフギラネッコガチャーズ今日あれあれ初手は絶対負ける。あれ本当にしんどかった。もらいっぱなしも悪いからさ、俺さ第2回の時さ出よっかな。出てくれる？ゲスト。なんかその第ゲストで。リベンジしたい。そうね。なんかでも新しいと思うけどね。辞めたメンバーが後からゲストで出るって、これは全然面白いと思う。でも一回きりだよ。一回きり。そのニラレッコの時しか何入れないか。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 一個出るって言ったら。一個出れるとしたら。これは短縮鉄道やな。そこまで行け。そうやね。短鉄はおもろいな。見ててもおもろいもんな。テンポがいいよね。ああ、そうやな。ゆうきくんが考えてた。短鉄ってさ、スメ。ケツ。ケツの時もあったいつばっこともあったね。あったけどバットが耐えきれなくなっちゃって、あバット折れちゃったんだ。そうなんでハリセンだそんなことある。今日さ、お酒をちょっと到達しにさ、行ってきたんです、新宿までね。行き帰り、タクシーで。2人でさ、車内でさ、着いた。やんねん。じゃんけん。どっちも勝ってくれんねん。で、こいつ勝った瞬間に、あー俺に。スピードで言うと、俺いつもグー出すイメージ持たれてんねん。なんかチョキだと思って、せやな。踊りじゃんけん、じゃんけん、お前。ハジキンがね、家からね、忘年会食べたらいいんじゃんって持ってきてくれたんよ。持ってきたんやな。これね、これ YouTube 見てて覚えてる人いるか分かんないですけど、パン屋に下げられたやつ。パン屋が家にここに営業に来て、これ、パン屋さん昨日賞味期限やから今日食わなかった。昨日賞味期限やから、賞味期限おとつい食べやな。で、賞味期限やからのやつやねん。これでもう切れてんねん。でな、この幸せ運ぶガーリックバターの、あ、それうまいやつや、めっちゃうまーと思って、これ絶対開けようと思って見たらさ、今年の4月4日何やってんの。お前マジでお前マジでお前エグよ。なるじゃん4月。あとさ、バナナは誰も買わんやろ。飲み会でこれは俺か。おい、おやつカルパスも全部1ヶ月前に切れてんじゃん。マジでエグい。気持ちが悪いよ。マジで何してんマジで。お前リュークけ。アホやつだよ。振り返ってみるか。いいえ、そろそろ。まあそれで言ったらさ、この1年かけてすごく CCC は多分たくさん変化があったと思うんだよね。まあメンバーが脱退することになったりとか、心境的にどうなのみんなの。なんかでもさ、そのグループに対する思い入れは俺絶対強くなってるはずなんですよ。全員それによって。例えばゆうきくんが卒業したりとか、たかくんが脱退したりとかっていうタイミングで、やっぱり一つチームの団結力もそうだし、 CCC っていうチームに対する愛情はやっぱちょっと強まると思ってて、なんかそれをすごく感じたかな俺は。だってさ、負けられないわけじゃないですか。人数少なくなって寂しくなったよねって言われないようにしなきゃいけないのに必死なわけで、前向きな話をした。だから俺どんだけ真剣に話しても鼻息気になって全然話が入ってこないよ。鼻息が気になって。あとお前ちょっとずつバナナ剥こうとするのもやめて。じゃあ一回剥いたんだけど真面目な話始まったら皮戻してって。バナナ剥いたやつか。そう、寂しいのは絶対寂しいやん。だってそんな、それは当たり前にあるとして、なんか俺もさ、こうグループって初めてなのよ。戸惑うことが多かったの、うん、で今回も多分結構壁じゃん。でそれってまあいわゆる戸惑いなのよ、タイミングのね。そう、俺らからしたら仲間が減るってさ、一種の戸惑いだったり困難なわけじゃん。でもなんかね、これを俺はみんなに言いたいのは、その先を見てほしいの。やっぱりだから CCC って自分の人生の全てかって言われたら、俺はそうではないと思ってて、じゃあ今だったらまだ2年なわけじゃん。自分の27年間の言っちゃえばたかが2年なのよ、うん、でもこれがこの先もあるしね。そう、これがすごい濃い感なわけでさ、でもその先の人生はまだあるわけ、うん、でなった時にやっぱり CCC の活動を通して自分が得たものとか経験したものっていうものをちゃんと生かしてる一人一人の人間になってほしいのってことを考えたら、もちろん仲間が減ることも悲しいし、何か問題にぶち当たることはすごく辛いことかもしれないけど、これをどう乗り越えるかっていうことをちゃんと全力で模索して乗り越えた先に
自分の人生に生かせる何かがちゃんと得られると思うから、で、そのままこう、こう右後ろをこう見ていただいて、えってました。俺マジで話入ってこられました。俺も後半ちょっときつかったよ。まあ、これ目標やな、忘年会でベロベロになっちゃうんだよな。あと風太くんがね、ずっとね、宮田くんがね、いい話してる時にこうやって静かにバレないようにサラミ開けてみてね。ちょうだいや、みんなに分けてやサイレントランチみたいなこと。なんでな、一歩取り一歩取り、やっぱこのグループダメだよ。風太はね、でも分かんないタイプよね、周りに理解されないタイプでね。理解されない、本心がどこにあるのか分かんない、見えない。え、まだ、いや、なんか別に根性もあるし熱量もあるの分かるよ。でも普段思ってることとか考えてることとかマジで、え、分からんすか。なんか迷いもあるんだろうなは思うけど、これだからやってるんだっていう明確な何かが見つかったらめっちゃ強いのかなと思って。あ、確かにそれは思う。え、結局さ、りょうでもさ、りょうとゆうきくんはさ、結構最初バチバチまではいかなかったけどさ、相まみえないタイプやったよ、お互い。あ、そうなんだ。え、俺はそう思ってないな。あ、でも、いや、俺も思ってないけど、でも合う合わないって言ったら合わない方やなと思って。あー、性格的には。え、りょうたはどう思った。逆に全然そんな合わないと思ってた。だから見えないや。そう、見えないんだ、りょうた。いや、僕合ってる方やと思ってました。でも、ゆうきは俺に言ってたで、りょうたが一番合わないわって。嫌いとかじゃなくて。あ、そう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 、合う合わないって時にりょうたが一番合わないんだよなって。俺だけ片思いやった。いや、見えないんだよ俺が。そう、見えなすぎるね。え、俺がな、それな。波あるからな、お前もな、人の好き嫌い波あるから、まあ、俺もやで、俺もめちゃめちゃある。でもさ、2人ともさ、まあ、12月今月30日だったわけ。そうね、仲良くしなよ。そう、それは仲良くしてほしいなって俺は思ってるよ。全然仲良くしよう。俺、ゆうぎくんのこと嫌いになったこと一回もない、マジで。そんな感じ。お前一回はある。いや、俺はね、逆に、あ、そうなんやな、それはいいよ。お前らずっとお互いそう思い合ってたってことでしょ。そう、ああ、そうなんやな、こいつ。月9やったらさ、月9やったら結構するかっこいい。最後の別に、あ、でもなんか、そうそう、何やった時期があったよね。そう、めっちゃふてこい時期があった。ゆっくりね、あの、3ヶ月に1回くらいふてこいシーズンを組んで。え、俺ってマジそういう人間でも。俺ってね、ダメだ、俺ってね、ヤバいのよ。ムラつきあるよね。あ、だからお前は本当にすごい。お前は、お前っていうものがぶれなさすぎて怖い。マジで。柴田に言うと、柴田に言うと。あ、もう仲良くなりました。はい。キングオブハッピーバースデー。11日です。はい、僕らは僕らは言いましたと。でかいね、これまた。これまた理解です。りょうたに関しましたら、なんとなくずっと頭にはあるが、なかなか自分でいかんよねみたいなものが俺の中であるイメージだった。でそれをもうこの際お前行っちゃえよの中でのいろんな店を回って、これが一番いいなっていうものを用意させていただきました。え、なにこの形。あらららら、僕が押しけちゃう。おーい、バッケハー。ちょっと両方キャップを深めにかぶる感じがある。だから浮いてるより深めの方がいいんじゃないっていうことで。え、かぶっていい。ええよ。おーい、2人で買い物行った時もようなんか来てんねんけどなーとか言ってんねんけど、でこいつがなんとなくかぶれつたまたま似合うね。そうなんだ。で多分深いやつが似合う人。いいよ、めっちゃいい、似合ってる。おめでとう。イエーイ、おめでとう。この間さ、ね、ドッキリ仕掛けられた時にバレンティーノのバッグ買ったやん。ああ、と合わせてほしいな。そうそうそう、だからあのバッグは多分プライベート用やん。ああ、そうやな。っていう意味での使ってください。ありがとうございます。じゃあゆうくん行ってみますか。ゆうくん、ゆうくんは27日が誕生日。そうですね、昨日、まあそう、動画昨日でいいですね。俺ね、即決だった。あ、本当で、呼ばれたの。どうって言われやって、そのテンション
間もそうやったし、こうでこうでゆきくんはこうやからさ、あれからさって話を聞いてると、ダメってなったもんですね。まず伊勢丹の配慮ですね。はい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 、伊勢丹です。伊勢丹です。おお、ちょっと初ですよ、初ですよ、初サンダー、あれがサンダー、ちょっともう大人よ。いや、かっこいいよね、このブランドね。シルいいよね。シルいいよね。マジでシルいいな。いいね。おお、まあ、ゆうくんもうさ、年を明けたら、まあ、30の代になるやん。で、まあ、CCC も辞めて仕事に就くと思うんだけど、もっと大人のね、多分今後社会人、本当の意味での社会人としてそういう世界に入るっていうことで、もっと大人の感じを出してほしいの。ね、まあ、もちろんバーバリーとかもそういいんだけど、俺はそういった意味でまずそのいわゆるハイブランド見たところは一回全部抜いたの。うん、ハイブランドなんだけど、いやないけど、そう、ザ・ラドザ、そういうことは、バレンシアガーとか、グッチ、ビトンとか、ジルサンダーはあるよなって思ったのよ。めちゃめちゃ好きそう。で、バーバリーのさ、ちっちゃいバッグ持ってるやん。あれとちゃんと使い分けてほしくて。ジルサンダーのこの感じの、このモノトーンな感じは多分普通に仕事場とかでも使って言えるし、グッチ何でもいけるよ。いや、そうやな。これそこの使い分けしてほしいなっていうので、まあ、ジルサンダーのこのモノトーンのちっちゃめのバッグ。あー、なんか愛がなんかすっげえ考えられてる。めっちゃ考えた。どっちも結構考えましたよ、ちゃんと。ありがとう。ありがとう。というわけで、改めてね、12月生まれのお二人、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。素敵や。まあ、年末感もあっていいよな。めっちゃ嬉しい。まあ、そしてね、ゆきくんがね、まあ、あの本当にこの動画で終わりと、はい、いうことなんですけれども、実はあのまあ、もう一人、今日もって、まあ、CCC の YouTube から離れる方がいらっしゃいます。まあ、本当に同じように2年3ヶ月一緒に戦ってくれたニコンです。あの本当にね、僕らがこう YouTube なんて何も分かんない一番最初のスタートから一緒にこうついてきてくれて、 YouTube っていうものを作ってくれた編集チームのリーダーであるニコン、まあ、このニコン率いる CCC 編集チームと実はまあ今年いっぱいでお別れというか、彼らは彼らでまた次の道へと進むということで、まあ、僕らは僕らの CCC の道を、そして編集チームは編集チームの道を進むっていうことが決まってまして、この忘年会の動画を最後にニコンの編集ではなくなってしまいます。まあ、僕らから言えるのは本当にね、まあ、今現在チャンネル登録6万人、ここまで一緒に戦ってくれて、そしてこの数字まで手を伸ばさせてくれて、夢を見させてくれて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ニコン。ニコンさん、ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。これ、皆さん、お疲れ様です。高川さん、一番年下やし、あれやけど、尺だから乾杯しやん。しようや。ニコン乾杯しよう。ありがとうございます。おお。ちょっとじゃあ YouTube で、いや、ケンジからいただいた。おお。ドンペニョンパリ。このドンペニを全員でちょっとずつ分けて乾杯しません。乾杯じゃあ。これはこれは絶対飲んだ方がいい。同じお酒で乾杯が。そうだ、確かにない。じゃあプレゼントとしていただいた呪文をあげさせていただいていいですか。はい、よろしくか。パパパシャパパパ、お前家持ってんの。家って言うパジャユーって。パジャユーってお前さっきまで肩乗りパジャユーしてた。パジャユーのこと。では、ニコンお疲れ様でした。ボーン。すごいんだから。そうや、どれだったんや。いやニコンにもらおう。そうっすね、ちょっとニコンさんちょっと画角内になっちゃいますけど、ちょっと一言もらって。一言。はい、それでは皆さん改めまして乾杯。お前の中の一言は改めましてから。改めまして乾杯ではない。こうね。もう井の丈をちょっと言って。そうそうそう。お前照れんなって。ありがとうございました乾杯みたいな。照れんなって。僕もこの活動は皆さんと一緒に始めたと言っても過言ではない。僕もまあ成長できたのは。まあただ僕もさらに。高みで目指していこうと思って待ってますか。
おお、いいね、いいね、言ってくれこれは読めるね、いいね、そしてエースかよ、約束の場所で会おうぜ、はい、あー、多分話通じてないワンピースの君と見てる、魚人からて、あー、おかげさまで残念、行きたい雷鳴ホッケー、あー、ロロロロロロロ、乾杯乾杯、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あー、チャンパンの足だね、えーあーね、うん、普通だね、なんでさ、これがさ、高いんだろうね、ねえ、そうだな、そう、これがね、むずいんだよ、俺も置いてる時間じゃないですか、置いてる時間、そう、ブーシロが一番見やすいって言ってくれ、ブーシロが一番いいんだよ、どうでしたか、ニーコン君、ニーコン君、この2年3ヶ月どうでしたか、なんか、めっちゃきつかったと思うね、いや、間違いない、いや、ありえない、お金にもならないし、時間も取られるし、でましてや、こう、俺らはさ、撮影して、お疲れしたって帰れるけど、YouTube の本質って多分そっから先なの、編集をして面白い動画に組み立てる、組み上げる、作り上げるっていうところだから、これをやってたのはニコンだし、ニコン率いる編集チームだし、で、ここに一番時間がかかるの、俺らの撮影が1時間で終わっても編集はもう夜通しやんなきゃいけない、でもさ、そのくせさ、やっぱり当たり前だけど登録者がいないうちはお金にならないわけ、いや、きつかったと思うのね、なんでやってくれたの、いや、それは皆さんをね、より大きなステージで見るために、まあ、この一言に尽きるんですよね、だからさ、これ愛情がないとできない感じだから、愛情だけで愛情ないと 100% しないから、ミラトと何回も使ってたお前何回殴り合ったの、言ったそれだけちょっと聞きたい、それは聞こう、何回ぶつかり合ってはないですよね、男と意見が合わなくてそれをぶつかり合って言うねん、ぶつかるって言うねん、そんなニコもね、俺たちもこれから頑張りますからね、うん、見といてやっていう感じはありますね、なんかでも本当に俺はさ、なんか別にね、視聴者の皆さんに勘違いしてほしくないのは、関係が悪くなったから離れるとかではなく、あ、まあニコもニコンでニコンの人生があるし、それは編集チームみんなそうでさ、こう自分がやりたいこと、これから目指していくものがあっての上でのことなので、それはもう CC でやっても変わんないもん、そうです、俺らのチームとニコンのチームが持ってるチームがあるからね、目指してるものが、まあ、たまたま違って、でも俺はなんかね、これもなんか絶対縁だと思ってて、そうそう、何年先か分かんないけど、俺はね、もしかしたらまたこう一緒に何かを作る、一緒にエンタメを作るっていう瞬間があってもおかしくないなって思ってるんですよ、そうなった時に恥ずかしくないような、誇れるようなグループにはしたいなって思ってるから、俺らも俺らで一流のアーティストになって、一流の YouTuber になって、でまたね、いつかこういいよ、ずっと契約っていう形じゃなくてさ、なんか1本2本ニコンと一緒に動画作ってみる、俺はあるよ、ね、そう、なんかさ、俺らが100万人とか行った時のね、うん、チャンネル登録、この動画を俺の編集やってほしいねんな、そう、じゃあニコンさんやってくださいよっつって、そしたらニコンさんからショットやったらいいっすよって言われたらめっちゃいいよねそう、なんかそういう夢のある、まあドリームマッチみたいな、なタッグの仕方もありだなと思ったら、まあ同じ仲間であり戦友で、この先ね、また何かで交えた時にお互いにこう恥ずかしくないような生き方をして、またどこかで合流できたらなって思います。はい、2年後ね。おお。2年後また言う。シャボン玉ショート？シャボンディ。お前内知識。ラフテル行こうよ、ラフテル。内知識。振り絞んの癖やでお前。シャボン玉ショート。楽しそう。まあ、というわけなので、はい、すみません、ちょっと長くなったんですけれども、はい、まあ、年明け2023年からはちょっとあの編集マンが変わるということで、はい、まあ、僕ら CCC のチャンネルの、まあ、中身、うん、編集だったりテロップだったり、いろんな部分でちょっといろんな大きな変化があると思うんですけれども、まあ、それもそれで、まあ、CCC の変化、新しい新体制の変化っていうところで捉えてもらえて、楽しんでもらえたらなと思いますので、はい、そこら辺はね、ご了承いただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。マイナスの話じゃないからね、うん、夢のある話です、はい、全員が前を向いてるから、うん、じゃあ2個と乾杯しよう、よし、じゃあそうです、もうさっきのこのドメの2人をこう一緒にバンってやるから、めちゃくちゃ鬱陶しいやつあんねん、俺なんていいかも、年上やけどな、じゃあさ、なってよ、なんなんこれ、なんなんこれ、なんなんこれ、何これ、なんで
なんでオリシャン持ってくるん忘年会に。これは、これは誕生日の時にファンの方がね、いわゆるオリシャンを作ってくださって、うん、まあなんか開けられへんやん。こういうのってまあどっさりしたくなるから。てか飲むもんじゃないよ。そうそうそう。だけど中身って腐るのに使う。まあそうね。だからこのタイミングで開けたいなと思ってこういう飲み会があるってなったから持ってきた。俺なんかもうさ、わけわかんない忘年会って言ってんのに俺の飲み会やねみたいな感じなんかなと思って。見てる。そうそうそう。すいません。何度もになりますけれども。はい。改めまして本当にね、ニコンには、そしてニコン率いる編集チーム。今本当にお世話になりました。ありがとうございました。じゃあニコン、また2年後乾杯。飲んじゃってもう。うわあ、どうしよう。じゃあそしてですね、まあ、ゆうきくん今日ので最後の動画になります。はい、ニコンも今日でこの動画で最後になります。はい、というわけでニコンからの思いもありまして、はい、僕たちメンバーとニコンとで、うん、最後に一つ作品を作りました。これをラスト2年3ヶ月 CCC のメンバーとして戦ってくれたゆうきくんにプレゼントしてこの動画を終わりたいなと思います、うん、はい。あの僕らね、残された6人のメンバーとニコンとで作り上げた動画になるので、ぜひちょっと視聴者の皆様にももちろんですけれども、まあ、ゆうきくんにプレゼントして僕らの思いを受け取ってもらえたらなと思うので、ぜひちょっとじゃあゆうきくん真ん中にここに来てもらっていいですか。もう泣いてる。もう泣いてる。もらえない。俺ちょっとマジやめて。本当に俺マジもらえない。メンバーもちょっと待ってまあ僕らもちょっとこの完成形ね、はい、俺ちょっとダメかもしれないこれ。ちょっと待ってな。ちょこ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 ちょ新しいね、クリームのクラフトグラムメンバーと、まあ、ここまで支えてくれたニコンが、共に作り上げた最後にゆうきくんへ送る、まあ、メッセージと、はい、そして思いを込めた、うん、この先の人生にね、ちゃんとこう花を添えられるような動画になってますので。お前だって俺ダメやねん、こういうの始まってないから。こういうのダメやねん。ゆうきくん待ってないから。はい、じゃあゆうくん、ここをタップしたら始まりますので、ここあともうスペースを押すだけでスタートです。じゃあゆうくん、ちょっとじゃあちょっとスタートしてください。もう本当にね、俺らもニコンもゆうきくんのことを考えて、ゆうきくんのことを思って作ったから、あなたが知らない時にね、僕たちのスケジュールがありました、うん、正直楽ではなかったです、うんうん、7人から6人になるタイミング、構成もそう、新曲の振り付けもレコーディングもそう、これもそう、全てにおいて、うん、でもだるいなとか思うことは1秒もなかった、うんうん、その全てをこれで受け取ってもらえればなと思います。じゃあちょっとスタートしまっていいですか。はい、じゃあ影響お願いします。お願いします。ありがとう。みんな、はい、スタート。うまく歩けない、遠ざかる君に手を振るのがやっとで、声に出したら引き止めそうさ、心でつぶやく僕は僕の夢へと、君は君の夢を。当たり前のぬくもりなくして初めて気づく、
て言葉の儚さ叶わない約束いくつ交わしてもなれないなのに強くのかけらを敷き詰めたノートに君のいないページはない溢れた帰ってよあの子何してくれてんって家に住んだ俺はというわけでね、はい、僕らからの、まあ、歌のプレゼントとそしてニコンからの、まあ、今までのね、まあ、歴史を思い返すような動画の作品でした。どうでしたか？寂しい。めっちゃ俺のこと多分俺めんどくさかったと思うし俺と付き合うの大変やと思うけど俺もけど、CCC 大好きだから寂しい。ありがとう。頑張って。まあ俺らも行くのも背負って頑張るので。ゆうくんゆうくんで俺らに恥じないこの先の歩み方をぜひしてもらえたらなと思います。そんでね、なんか俺らも大きくなってゆうくんもね、何かでこうちゃんと自信を持ってね、こう俺らの前に現れる時にはまた一緒にこうやってお酒飲めたらなって思うから、その時にはきっとニコンもいてくれるだろうし、呼んだら来てくれると思うから、またみんなでこうやってお酒を飲みましょうというわけでみんながもうボロボロなので今日の動画は、そして今年の動画はこれにて終了としたいと思います。お世話になりましたよ、1年間マジで本当にありがとうございました。まあね、あのこの動画はね、特にこうゆうきくんだったりニコになったりにフォーカスしましたけれども、何よりやっぱり僕たち7人のクリムゾンクラッドクランが、こうして YouTube で、エンタメをお届けできたのも本当に見てくださる視聴者の皆様のおかげだと心から思っております。まだまだ僕らのね旅は続きますし、ゆうきくんの旅も続きます。どんな形であれ皆様に必ず恩返ししたいなという思いは紛れもなく事実で、この先もその思いだけを持って、走っていきますので、ぜひ2023年も、クリムゾンクラッドクランを、そしてゆうきくんを、そしてニコンを、ぜひ見守って見届けていただけたらなと思います。本当に2022年今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。良いお年を。
マジか、あー、おラストか、マジで言ってもいい、ラストか、ラストか、ちょっとマジで頑張ってくれ、ほんとにマジで、ちょっと形にしてくれ、死ねありがとう。ゆきこ、おしっこかけていいですか。俺ちょっと俺も俺もおしっこかけて、俺も寝たい、ふうたくんに、ふうたくんにおしっこかけて、じゃあみんなで行こう、みんなで行こう、おしっこしよう、みんなでおしっこしよう、みんなでおしっこしよう、じゃあお前さん早いよ。